にちは、ワンディー&ユーポンです。そして今回はツーディー&つみよかでーす。やるぞ。よろしくお願いします。はい、自己紹介です。ムネオ君も。ムネオでーす。どういうノリ？ちょっときつい映画。どういうノリ？映画きついよ。で、今回は何をやるかというと、中学生問題で対決したいと思います。いやー、本気でいくぞみんな。はい、現役中学生の方が強いじゃないですか、やっぱ。いやでもちょっと頭バカなんで、まあ、中学校1年生の理科の問題っていうアプリがある。理科、よし。おー、理科絶対なんか理科が得意だっていうことで、ちょっとそれから問題を出したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一番上から植物の問題です。うん、いきます。はい、植物の細胞に見られる緑色の粒を何と言うか。ボーン。はい、ミトコンドリア。違います。待って。はい、はい、あ、じゃあブッピーポン早かった。あ、はい、じゃあ、待ってよ、名前間違えちゃうかもしれないんですけど、緑って感じで葉緑体みたいな。それ、お、合ってました。正解です。葉緑体。ちょっと待って、ミトコンドリアって何ですか。映さないで、微生物じゃないですか。俺のことは本当にミトコンドリア。俺のことは映さないでください。じゃあ第2問です。太い根から枝分かれしている細い根を何というか。うわー、分かったよ。ピンポン。はい、太い根から分かれた細い根。それ問題のまんま。はい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 。枝。ああ、近い。いや、近くはないけど、まあその枝分かれしてる、そのあれでしょ。何文字？漢字で書くと2文字。最初の文字、最初の文字。2文字しかないんですよ。グーグル先生、わかる？わかんないです。じゃあ、こんなまっすぐその太い根は手根。あ、プシュン。サブコン。そういうこと。じゃあ、ごめんなさい。はい、ピンポン。はい、副根。違う。何ですか、副根って。ミトコンドリア。ミトコンドリアって何ですか。これが主根主やろ。はい、主根から出てるやつ。右がウコン。左がサコン。そういう分かれ方してるんですね。上はウコン。いやいや、右やでさ。ユーポンちゃん噛んで答えてよ。え、その太いでですよね。うん、主根と多分俺もまだ覚えててました。主根と、うん、主根は多分あの主っていう感じだと思う。主になる。よし、が分かれたってことは、から枝分かれ。そっか、あ、出た。え、答え言ったの。言った。ダメやろそれ。主根と速根。イエーイ。イエーイ。いいのかそれは。今釣りおかチーム1ポイント。今1対1だからね。1対1。じゃあ、第3問。歯の裏側に多く、額の出入り口となっている隙間を何というか。なんだっけそれ。あー、俺ちょっと出そう、それ。光合成とかの時に、なんかその二酸化炭素取り入れて、酸素を出す。ピンポン。ミトコンドリア。言うと思った。絶対言うと思った。絶対言うと思った。なんとか、こう、それよね。うん、機体の出入り口となっている隙間。あ、これ分かる。はい、機体の出入り口。はい、こう、し。うーん、もう残念。肛門。違う。一番喜ぶ理科の問題から、もしかして。ピコ。気候。そう、正解。正解式の。あ、ダメだった。みんな盛り上がってるけど、ユーポンちゃんのチャンネルだから。おじさんばっかしゃべってるやろ今。俺もいっぱいしゃべったけど。え、何が得意教科。なんか得意がない。ないんですけど、なんか理科と国語が一番まだ好きかな。まだマシ。じゃあ理科。理科ですね。はい、第4問。はい、はい、体種がむき出しの植物の仲間を何というか。ラシシャピン。ラシシャピンって言った。最初から行こう、最初から行こう。落ち着いて。ピンポン。はい、ラシ植物。正解。あー、ラシピン。ラシ一瞬ラシ食品って言ったんだよね。
で今2ポイント対鶴岡チームが1ポイントね。大人1、2、3、4、5、6人がかりでね。じゃあ第5問、はい、花が咲いて種子を作って増える植物を何というか。ピンポン。種子植物。正解。おお、そのまんまなんだ。この辺は、この辺は、ね、じゃあ第6問です。おしべの先端の花粉が入ってる部分を何というか。はいはい、花粉入り巾着袋。多いですけどね。結構。はい。カッターの袋。なんでやろ。ごめんなさいね。子供が見てる感じだ。もう一回問題お願いします。あ、じゃあ別の問題。単子葉類の葉脈を何というか。単子葉類。葉脈わかんない。単子葉脈って何ですか。そのあの骨血管みたいなやつ。あの葉っぱの。次行きましょう。あ、いやわかる。じゃあ一応言うところ。え、でも名前が出ないんですよ。なんとなく、なんとなくでピンポン。なんかイラストが出るんですけど、うん、名前。葉っぱがあって、こうあって、こうシコシコシコ。わかんないです。ちなみに答えは、平行なんか。あ、こういうのがいいと思う。あ、こういうのがいいよ。じゃあ行きます。はい。はい、空気中で火をつけると燃えて水ができる気体は何か。もう一回ピンポン。本当にダブーピンポン。雲。違う、一緒レベル一緒。え、だって雲雷でバチってなって雨にバーってなるんじゃないか。よし、もう本当にごめんなさい。はい、ピンポン。はい、酸素。違います。酸素ないぞ。酸素。水素です。ペットボトルの蓋に使われているプラスチックを何というか。はプラスチック。じゃあみんなでよ、せーの、プラスチック。不正解なんですけどね。なんか、あ、これはあれですね、問題が悪い。問題が悪い。これは問題が悪い。ポリプロピレン。物質を溶媒に溶かし再び結晶として取り出すことを何というか。ピンポン。はい、錬金術。ピンポン。多いけど。焼きおにぎり。焼きおにぎり。これも問題があるんですよ。再結晶。なんでちょっと錬金術したかったですね。結晶はあの習ってると思うんですけど、覚えてないだけだと思う。まあでもそれは先生の教え方が。先生の教え方が悪いね。怒られる。いや、怒られる。ごめんなさい。楽しい授業だから帰ってきますからね。次行きます。一定の体積あたりの質量をその物質の何というか。体積あたりの質量。あっ、答え答え答え。絶対間違えない。いいか浮かんないやつ。一本一本。はい、はい、体積比重。ちょっと言葉難しくしたね。習ってなかったですね。習ってない、習ってない。先生、先生が悪い。大密度です。あは、あ、大積あたりのピンと。次の問題いきます。はい、固体が溶けて液体に変化する時の温度を何というか。はい、ピンポン。待って、空気読んで。まずは分かるかどうかの反応を見て。もう一回いいですか。固体が溶けて液体に変化する時の温度を何というか。温度。これはこの氷が溶け出す温度。レオン。なんて言ったらいいの。違う違う違う、温度、温度だから。ピンポンピンポン。溶けて温度になるでしょ。水は0度から氷で1度。違うわ。え、ダサじゃあいいかな、俺が締めて、はい、またかっこよく、はい、ピンポン、はい、融解温度。あ、融解、融解点。一問じゃあ幽体離脱。抜けちゃった。はい、ここでどうぞ答えを。ワンディアンドユーポン。正解やろ、もう。正解は何。正解は何。正解は幽天。俺ユーポンで読まれた。そう、今のはユーポンって言わないとダメだよ。
まあまあ、ここ正解みたいなの。正解みたいな。さっきのじゃあ逆の問題ですね。液体が沸騰して気体に変化する時の温度を何というか。俺答えちゃうよ。あ、マジっすか。これは…ピポン。沸騰。惜しい。ふっ…ピン。はい。あ、カメラに向かったよね。ふって…なんで。もう一回、もう一回行こう。もう一回、みんな沸点のとこ。ふって…ちょっと、ちょっと、もう一回、もう一回、ちょっとよく考えて、よく考えて、お湯が沸くことを沸って、おほー、正解。でももう4ポイント、うん、うちまだ1ポイントしか取ってない。そんな負けてる、2ポイントじゃない。最後の問題、5点にしよう。100点にしよう、100点1000、最後に100点。じゃラスト問題でいい。ラスト問題、ラスト問題で。じゃあ、あ、俺じゃない。チャンネル違う、違うですね。じゃ次ラスト問題いきます。はい、よし、ちょっと待って。ラストは5点になるんですね。今、4対2だ。じゃあ問題いきます。はい、はい、はい。有機物以外の炭素を含まない物質を何というか。なんじゃそれ。有機物以外の炭素を含まない物質。有機物はある方ですね。炭素がない。それはないと。有機物は、はい、なかったら。有機物は炭素を含んでますね。キム、はい、キムです。もう一回、もう一回いくよ。もう一回、はい、有機物が炭素は入ってないですね。入ってないやつは有機物。なんか足りない。かもしれない。無機物。あ、うわー。キムツって。参りました。参りました。参りました。ごちそうさまでした。参りました。すいませんでした。何でもいいこと聞けます。はい、ということで中学生問題はこれで以上です。皆さんどうでしたか。楽しかったです。難しかったです。難しかったです。いろんな意味で難しかった。ぜひよかったら皆さんも勉強頑張ってください。ゆっぽんこれから頑張ります。頑張れ。では、パソコンで締めます。はい、はい、じゃあいきます。せーの、おう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 、ダメやろ。ごめんごめん、嘘、ごめん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 、